はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回ですね、少しちょっと説明というか準備がちょっと長くなってしまうかもしれないんですけど、なるべくノーカットで今回ちょっとやっていきたいと思うんですけど、今回ですねちょっと下がります。はい、ズイズイズイと、はい、ちょっと横にもねちょろっと見えてると思うんですけど、今回はちょっと春日井ガルスくんちょっと出現しちゃったんだよね。今回は呪術廻戦モッド VS 鬼滅の刃モッドでちょっと戦わせてみたいんですけど、まあ、しかし呪術のキャラクターって、まあ、五条さんとかしかり虎杖くん、まあ、スクナとかは別なんですけどは、炭治郎とかと戦うことはないんですよ。できないんですよ。なので今回ちょっと特別ルールとしまして、呪術廻戦の方、攻撃側と言ったらあれなんですけど、攻める側はこちら虎杖くんとか、こちらって言ってもあれなんですけど、虎杖くんとか五条さんとか、要は、まあ、人間側ですね。はい、人間側の、のが入っております。で、なるべく、その、紹介したキャラクターを入れました。まだ紹介してないキャラクターとか、動画に出てないキャラクターはあまり入れないようにしております。で、術式を持ってるのが、持ってない子でいいか。持ってない子が、そうだね。まあ、マコラはまあ強いからいいとして、マキちゃんとか、東堂とか、あと、ナナミンとかは、残念ながら術式持ってないんですが、術回戦持ったらめちゃくちゃ強いんですよ。初期の能力が。で、一応、まあ、今、オルカ様から、そのバランス調整のモッドいただいたんですけど、今回ちょっとそれを外しておりまして、術式がなくても、防御力も攻撃力も、強いんで、なので今回は、1体引きます。で、1体、要は攻撃側というかね、こちら、術回戦の人間が1体引いて、鬼殺隊側は、こちらです。はい、上限。上限と、術回戦の人間側で戦ってもらいます。で、国志望とかもいたりとか、まあ、もう、普段ですね。で、まあ、ルイ君の父とか、まあ、カマヌエとか、ルイ君も一応おりますと。でも、上限が、まあ、かなりを占めているので、有利なのか、ちょっと一回もまだ、試験やってないんですよね。で、五条さんが出たら、まあ、確実に勝ちだとは思うんですけど、まあ、こういう感じで一応、まあ、ディフェンス側といったらあれなんですけど。で、今度は逆に、鬼殺隊側で今度、交互にやるんでね。で、じゃあ次、鬼殺隊側引きますって言って、引いて、まあ、鬼殺隊は、まあ、こちら、一応、五条さんみたいな感じで、五条さん要素として、より一も一応入れてるんですけど、で、善一と炭治郎に関しては進捗は全く上げておりませんので、そんなに強くないです。でも、こちらね、人間じゃない側というか、はい、に関しては、スクナは強いです。でもね、呪霊4とか、まあ、ジョーゴも強いんですけど、ちょっとそんなに強くない。まあ、呪霊後はまあ強いとは思うんですけど、特急なんでね。かなり、まあ、呪術側は防御が弱いっていう感じかな。でもその代わり、スクナとか、ジョーゴとか、あと、呪霊後とかも多分負けちゃうんで、でちょっと、こちらは、もうちょっとスクナ増やそうか。申し訳ないんですけど。ちょっとね、こちらはジョーゴを増やしましょう。そう、スクナは強すぎるので、まあ、こういう感じにしましょう。これでいいですかね。ちょっとお許しいただければなと、はい、思います。まあ、ジョーゴが、まあ、多めに出てくるという形で。ということで、で、とりあえず攻撃側とかでやって、先に、まあ、2勝した方がというか、2勝離れた方が勝ちになるのかな。それでちょっとやってみたいと思います。ということで、まず鬼殺隊側やってみる。はい。鬼殺隊側と、次はあっちか、人間じゃない側というか、スクナ側でいきましょう。はい。いきなりヨリイチです。ここで例えばヨリイチが勝ちます。で、ヨリイチが勝つでしょ。で、こちら、呪術廻戦側が負けたら呪術廻戦側の勝ちです。あ、負けです。で、鬼滅の刃側の勝ちで、もしヨリイチで、まあ、勝って、その後呪術廻戦のモッドが上限に勝てば、もう一回鬼滅の刃のモッドをやるみたいな形です。はい、ごめんなさい、さっきちょっと2勝って言ったんですけど、こういうやり方でいきます。ということで、じゃあ行きましょう。え、これ無理じゃん。ヨリイチは無理よ、多分。ジョーゴですね。はい。これはね、多分もう決まってる。それでは、行きましょうか。はい。ちょっと離れたところで。行きましょう。まあ、これは多分一瞬で終わるんで。はい。行きますよ。はい、スタート。これはさすがに、ジョーゴには、重すぎる。いや、でも領域展開来ればわかんないか。あー、終わったー。領域展開来ればわからなくはなかったか。案外。うん。ちょっとごめん。ごめんね。ちょっとここにいてくれ。落としはしないようにするから。ごめんね。よし。じゃあ、これで、
呪術廻戦側が次負けたら敗北です。でも勝てば、まあ、また次、また振り出しという形になりますので。さあ行きましょう。何が来る？はい！犬巻くん、あ、やばいかもね、これ。え、でも一応術式は持ってる子だけど。これどうなる？上限のこれ国志望とか来たらやばいぞ。はい！え、どっちこれ？赤坂犬巻くん。え、わかんない、これは。ちょっと待って、これはマジでわかんないかも。え？やりましょうか。これは犬巻くんプレッシャーぞ。これで負けたら、呪術軍は敗北です。え？どっちが強いんだ？上限の3回犬巻くん。犬巻くんって、そんなに強くない？ 70！ やばい！ちょっと行ってこい！やばい！これはダメだ！ダメだー！犬巻くん！ダメか。あー！いやー、これは一瞬で終わってしまった。まさかまさかの、まさかまさかのです。マジか。じゃあちょっと、じゃあ2回戦ちょっとやってみましょう。これでまあとりあえず鬼滅の刃の勝ちですよ。ちょっともう一回やってみましょう。さすがにちょっと早く終わりすぎたんで。じゃあちょっと今度はこちらから行きましょう。はい、どれだ。イタドリくん、ちょっと待って、イタドリくんもやばくない？ちょっと待って、イタドリくんもやばくない？あれ、ちょっと待って、やばいぞ、これ。かなり呪術側は、お、ちょ、まあ、これは、もう呪術側はやばい、もう負けは確定なんで、要はディフェンス側に頑張ってもらうしかないよ、これは。さすがに無理だわ。これは無理ですわ。でも逆に、呪術側は、これ今、イタドリくん、で消費したでしょ。犬巻くんといた、あー、違います、違います。少ない、これ関係なしで、関係なしでお願いします。はい、なしで、こちらはちょっと意味なしでお願いします。虎杖くんが終わったらおしまいなので、はい、ちょっとずっと戦っててください。はい、ということで、じゃあ次、これで鬼滅の刃側が勝ったら、攻撃側が勝ったらもうおしまいよ。いきます。でも逆に言うと、鬼滅の刃側は、まあ、別にどっちを応援してるとかじゃないんだけど、国志望と赤座いないんですよね。で、逆に、呪術廻戦側は、その、犬巻くんと、虎杖くんという、その、ね、そんなに強くないって言ったらあれなんだけど、伸びしろがある子が、いなくなってると。で、あとは五条さんとかが残ってるんですよ。はい。忍さん！これはどうだ？これでも、スクナか、上吾を選ばないと厳しいよ。忍さんは炭治郎が善逸じゃないからね。はい、あこれやっぱりちょっと呪術側がちょっと振りすぎたかな。はい、ということで行きましょう。さあ、これはさすがに厳しいです。これは、いくらなんでも勝てませんと。はい、残念ながら、そうだね。はい、鬼滅の刃軍の勝利でございます。ちょっとね、ちょっと運が悪すぎたわこれ。まあ2勝ということで、じゃあ最後3戦目にということでいきましょうか。じゃあ最後戦、3戦目、じゃあまず鬼滅側からいきますよ。はい、義勇さん、え、守り側がね、ちょっと少なと上吾しかいないっていうのが厳しいんだよね。はい、お、上吾と義勇さん、これはいい勝負できるんじゃないか。だからそんな気がする。これすごいなんかいい勝負してくれそうな気がするので、いきましょう。ジョーゴとギユさん、それではスタート。さあどうなる、これに関してはわからない。これはいい勝負ぞ、多分。さ、しかしここで出たー、領域展開、領域展開発動です。あー、一瞬、やっぱジョーゴ強いんだね。だから多分ジョーゴもシノブさんが、多分ジョーゴ VS シノブさんだったら勝ってたんだ。さあここで、ここでですよ、ここで最後挽回できるのか、呪術廻戦側が。それでは攻撃いきましょう。攻撃側何が来る。はい、どうだろう、東堂強いよ、普通に強い。防御力、術式まだ持ってないんですよ、東堂の。でも強い。どうなる。はい、ルイくん、
どうだ？いや、多分ね、いきますよ。いきます。はい。さあ、どうなる？どうだ？これはいくら、どうだ？でも、術式がどれぐらい効くか。いや、効いてない。やっぱ強いわ、東堂。そうだ。そうだね。全然効いてないもんね。そう、これが、あー、ということで。そう、これね、多分上限にも多分勝てるんじゃないかな、東堂。ちょっとさ、赤座とやってみる。はい。赤座とちょっとやらせてみよう。どんな感じになるのか。まあ、さすがに、いくらなんで無理か。さすがに無理だとは思うんだけど、これに勝つのは赤座に。まあ、どれぐらい削ることができるのか。あー、でもさすがに無理か。上限の3に関しては、やっぱり術式を持った、人じゃないと無理だね。呪術の技というか。ちょっと犬巻君は術式持ってたけど、そんなに強いっていう感じではなかったからね。そう、攻撃がまず与えることができないと。五条さんとか、どうだろう。五条さん、あと、あれか、伏黒君のお父さんとか、そこら辺じゃないと厳しかったって感じかな。はい。ということで、まあ、しかしね、結果としては、鬼滅の刃モッドが2勝、そして呪術が1勝という形になりました。すごい結構、鬼滅側は運がいいと思うんですよ。より1引いて、で、炭治郎と善逸引かなかったっていう。はい。で、しかもこっちの、側も、上限、強い上限2人引いたっていうね。うん、ここじゃなくて、ここを引いた、黒死亡と。で、呪術の方は、そうですね、五条さんとか、おっこつくんか。おっこつくん、五条さん、あと、そう、マコラも絶対強かった。で、伏黒のお父さんも引けてないから。それがちょっと大きかったのかな。で、ちょっとディフェンスがちょっと弱すぎましたね。うん、両面少なと。まあ、ジョーゴがいたから強かったけどね、普通に。でもちょっと、より位置を最初引いたという、かなり、鬼滅の刃側が運が良かったという戦いですね。これは普通にやってて楽しいので、今後、まあ、シリーズ化というか、呪術廻戦の、キャラクターはどんどん術式が増えてくると思いますので、まあ、そしたらまた、ちょっとやっていく形にしようかなと。まあ、好評だったらやっていく形にしますので、よろしくお願いいたします。はい。まあ、好評じゃなくても、多分やっていくと思うんですよね。はい。ということで、じゃあ今回、この辺りで終わりたいと思います。これすごいよね。ちょっとこんな感じにしてみました。まあ、多分、今後もこのワールド使っていくと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、お疲れ様でした。バイバイ。